ライオンを殴り殺したご褒美に額に接吻をするについてお話しします。637年1月8日頃、ズフダイブン・アル・ハイヤ・アル・タミミ率いるムスリムの前衛軍がワーシャバード、現在イラクのバービル県、ディアーラー県、ワーシト県付近に到着します。通常は山頂クリシア軍の守備隊がいますが、この時はいませんでした。前月のバビロンの後と同様に、実費を支払うことで山頂クリシアの住民は保護されました。その後ムスリムはクテシホンの入り口までの全域を占領しました。しかしクテシホンに進軍する途上、山頂クリシア軍の文献隊に阻まれ、計画は延期されました。クテシホンの山頂クリシア軍は、ムスリムがクテシホンへ進軍する道を読み、ティグリス川の対岸にあるバフラシール、現在イラクのバービル県ベイ・アルダシル側に現れると予測し、クテシホンの周囲に深い塹壕を掘りました。ムスリムの前衛軍がバフラシールに接近すると、山頂クリシア軍守備隊がカタパルトで大きな石や岩を発射しました。ムスリムは射程外に撤退し、寝返った山頂クリシア公兵からの装備の提供を受け、クテシホンを包囲しました。バフラシールは周囲に物資を輸出していましたが、同時にクテシホンからも物資の供給を受けていました。637年3月、山頂クリシア軍がムスリムの包囲網を突破することを意図し、クテシホンを離れます。山頂クリシア軍はムスリムの前衛まで進軍し、ライオンを突撃させました。ムスリムの馬は恐怖して逃げ出しました。ハシムイブン・ウトバはライオンに向かって走り殴りました。これがうまく当たり、ライオンは死亡しました。サリブン・アビ・アッカスは前例のないウトバの英雄的行為を称賛し、ウトバの額に接吻をしました。その夜、ウトバは笑っちゃいけないんでしょうけど、矢を受け深手を負い、そのまま死亡しました。なんちゅう文章やねん。この戦闘でムスリムは、山頂クリシア軍の指揮官を殺害しました。戦闘は中断した後、山頂クリシア軍の使者がヤズデギルド3世の伝言を携え、ムスリムの野営地へ赴きました。使者は、私たちの皇帝はティグリス川はあなた方と私たちの間の境界線として機能し、その東に広がる部分は引き続き私たちのものであり、西のものはあなた方のものであるという事実に基づいた平和に賛成するかどうか尋ねています。これによってあなたの国の上が満たされるならば、何をしてもあなた方を満足させることはできませんと伝えると、ムスリムはジズヤの支払いに応じるか戦闘を継続するかの二択を迫りました。その後クリシア軍は戦闘継続を選択しました。637年3月、山頂クリシア軍が戦闘継続を選択した翌日、自衛のためにクテシホンを封鎖した山頂クリシア軍とバフラシールの住民がクテシホンの大部分の封鎖を解き、ティグリス川に架かる橋を全て破壊します。さらに川の西岸から全てのボートを撤去し、東岸に停泊させました。山頂クリシア軍はクテシホンの南端からティグリス川までを監視下に置き、残りの郊外には塹壕を掘りました。ヤズデギルド3世はこれにより国内の他の地方からの援軍を受け入れ、ムスリムに対抗できると主張しました。やがてムスリムはバフラシールを占領しましたが、すでに人影はありませんでした。ティグリス川は川幅が750メートルありましたが、ムスリムはバフラシールを占領した時には満水で、かつ渡れる船もありませんでした。ミフラン・ラジとロスタム・ハロフザードが山頂クリシア軍を指揮したということですね。はい、ムスリムを受け入れた山頂クリシア軍から願った義勇兵は、サリブン・アビワッカスにティグリス川を渡ることのできる下流の地点を示しました。しかし水位が高かったため、渡れるかどうか確信が持てませんでした。多分文章ちょっと変なので、ホームページの方で修正しておきますね。また見てください。637年3月、山頂クリシア軍から寝返った義勇兵がサディブン・アビワッカスにティグリス川を渡ることのできる下流の地点を示した翌朝、ワッカスは義勇兵に馬に乗ってティグリス川を渡るよう頼みました。まずアシムイブン・アル・タミミがの命により、6名の志願した義勇兵を馬に乗ってティグリス川を横断しました。山頂クリシア軍はこれを受け、ティグリス川の水域に入り応戦しました。ムスリム側はこの戦闘を優位に進め、東岸に到達しました。その後も渋滞が続々と上陸し、ボートを東岸につけました。その後も山頂クリシア軍の劣勢は続き、でクテシホンは陥落し、アシムイブン・アル・タミミもクテシホンに入りました。そして山頂クリシア政府の本拠地である白宮殿は無血解除するに至りや
がありました。安すぎる3世は持ち運びが可能な宝物や貴重品をすべて持参し、ハルワン、現在イラクのディアラー家に逃亡しました。ワッカスは残ったサナチョーピルシャー国民に恩赦を与えると宣言しました。サナチョーピルシャー側は降伏条件をあらかじめ理解しており、ジゼアの支払いに応じ、和平協定が締結されました。ムスリムはサナチョーピルシャー国民に通常の職務に戻りを促しました。ワッカスは8宮殿を本拠地とし、大中庭にモスクを建設しました。クテシフォンからハルワンまで、170キロ程度ですね。歩いて38時間。ヤズギルド3世、お疲れ様でした。